不思議な心臓チャンネル。こんにちは、弓のハートの萩原です。そして本日もゲストがお隣。こんにちは、中学1年の蓮太郎です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回のシリーズは血管のお話なんですけれども、1話目で動脈、2話目が静脈で、3話目はちょっとこう趣を変えて血栓っていうお話をしたいと思います。まずはじめに血栓、蓮太郎くんは血栓って言葉聞いたことありますか？ないです。はい、ね、まあ、血栓っていうのは正常では起こらない状態ですので、まあ、あまりこう聞き慣れない言葉だと思います。まあ、血栓っていうのはもう単純に言うと血が固まる、血の塊を言います。これはそれを示した図になりますけれども、まあ、血管の中、血液の中には血液を固めるいろいろな成分があります。まあ、例えば代表的な血小板とかフィブリンっていうものがあります。まあ、これはどういうためにもともと必要かっていうと、例えば怪我をした時、手を切っちゃったりしたら、これほっといてもちゃんと血が大体止まりますよね。それは何で止まるかっていうと、ここに書いてあるような血小板とかフィブリンがここを怪我をしたっていうのを感知して、そこが出てきてこう血管を修復して血を止めてくる。だからもともとはそういう生理的って言いますけども、何かの異常事態にこう対処してくれる、それがこういう血小板とかフィブリンの役割なんですけども、それが異常な状況ですよね。血管の中で必要もないのに実は血液が固まってしまう、それが血栓って言います。ですからやはり血栓ができると、様々な病気、いろいろなことを引き起こしてしまいます。血栓っていうのは、普通では起きないわけです。僕らみたいな、病気がない状況では普通は血栓っていうのはできないんですけれども、ウィルフィオの三兆っていって、3つの要素が血栓の形成には重要であるということが言われています。どういうことかっていうと、一つは血液自体の正常の異常、例えばがんとか、凝固系って言います、さっき言ったような血小板とかフィブリンとかが、異常にこう機能が発達しちゃってて血液が固まりやすくなっちゃってる状況で、もう一つは血流の異常、これ血流の鬱滞って言いますけれども、一番どういう時に起こりやすいかっていうと、長期過食、いわゆる寝たきりとかですね、あとは肥満とか脱水、夏場でこう十分に水分が少ないと血液が十分に巡らなくなって血流が鬱滞しちゃいます。でもう一つが血管の壁が異常、いわゆる血管の壁にこう傷がついててしてると、やっぱりそこに血小板が溜まって血液が固まりやすくなっちゃう。ですからこういう3つの要素が揃っちゃうと血栓ができやすい状況になっちゃいます。だからそういう意味ではあまり普通の正常の状況では起こらないのが血栓になります。で、この血栓っていうのが、例えば動脈ではどういう状況でできやすいかっていうと、この1話目でお話しましたけども、正常な動脈、血管っていうのはもう壁がきれいでスムーズで、血液が非常にこう流れ、スピードが非常に速い、さっきお話したように 4,50 キロでこう流れてるんですけれども、動脈硬化って言って、例えばコレステロール、これも後々病気でお話ししますけれども、非常に体の中のコレステロール、脂質、油分が高いと、それが血管に溜まってしまって血管が狭くなっちゃいます。血管が狭くなっちゃうと通路が塞がれるから、ここに血栓ができやすくなっちゃいます。こういう血栓が起きるとどういうことが起こるかっていうと、この血管が詰まっちゃうわけですよね。詰まっちゃうと、これより先には栄養がいかなくなっちゃう。そうするとどういうことが起こるかっていうと、一番僕らの領域で大事なのが、心臓の血管に血栓が詰まっちゃう、冠動脈に血栓が詰まっちゃうのが非常にこう重症になっちゃう。どういうことかっていうと、心臓を養ってる血管、これが右側の血管とか左側の血管を示してますけれども、そこに血栓が詰まっちゃうと先に栄養がいかなくなっちゃいます。そうすると栄養がいかないから筋肉がこう死んでしまうわけです。最終的には僕らが非常に恐れる心筋梗塞、心臓の筋肉がこう壊死、そういう重症な病気になっちゃいます。それが今動脈のお話なんですけども、今度は静脈のお話、静脈に血栓ができるとどうなるかっていうお話をしたいと思います。おそらく蓮太郎くん聞いたことがあるかもしれません。エコノミークラス症候群って聞いたことありますか？はい、あります。あります。
エコノミークラス症候群ってどういうふうになるかって聞いたことあります？それはないですね。これは、まあ、典型的な場合はエコノミークラス症候群っていうのはずっと飛行機で例えば海外旅行とかだと十何時間ぐらい座りっぱなしになってると、はい、ここの静脈に、まあ、血栓ができやすくなって寝たきりとは近いような状況になっちゃいますから血液がこう打ったり溜まってしまって足の静脈に血栓ができちゃいます。でその血栓ができると静脈の血液に乗って血栓が肺に行ってしまう。そうするとその血の塊が肺に詰まっちゃうから肺の動脈が詰まってしまって肺梗塞という状況が起こります。だから肺の血栓塞栓症っていうんですけども、まあ、そうするともう呼吸ができなくなって、まあ、非常にこう血栓が大きいと実は突然死っていうのを起こす場合があります。これはまあ有名な例えばサッカー選手がやはりエコノミークラス症候群になってこう肺血栓になったっていうことも皆さん新聞では聞いたことがあるかもしれません。まあ、そういう意味で静脈の血栓っていうのも非常に重要な病気になります。そしてもう一つは実は心臓の中そのものにも血栓ができちゃう場合があります。これも不整脈の中の心房細動心房がこう細かく震えるような不整脈があります、まあ、そうするとどういうことが起こるかっていうとやはりこれも心臓の中の心房左心房っていうところに血栓ができてしまいます。まあ、血液がよどんで血栓ができちゃうと、まあ、その血栓が何かの拍子で剥がれるとこう動脈から頭に飛んで脳梗塞、まあ、脳の血管に血栓が詰まっちゃうんで血液が十分栄養がいかなくなって脳梗塞を起こす、まあ、そういうふうな意味で血栓っていうのは、まあ、動脈の血栓心筋梗塞とか足の静脈の血栓これはエコノミークラス症候群とか、まあ、頭に心房細動で頭に血栓が飛んでしまう脳梗塞とか、まあ、いろいろな病気を引き起こす、まあ、非常にこう重症な要因になっちゃいます。まあ、そういう意味でこの血栓っていうのをいかにして予防するか、まあ、それが大事になってくるわけです。レンタロー君今日はどうでした？血栓っていうのはなんか一個だけですごい大きな病気とかに何個もつながってしまうのですごい怖いと思います。普通の場合っていうのはさっきお話したように血栓というのはもともとは怪我を治す、まあ、そういうのが重要な役割なんですけども、まあ、何か病気、まあ、長期寝たきりとかあとはさっき実は言ったふくらはぎの筋肉が弱いとか、まあ、そうすると血液がよどんでしまって血栓ができる、まあ、そうすると、まあ、動脈、静脈さまざまな組織で血栓ができていろいろな病気を引き起こす、まあ、そういう意味で、まあ、これからこう各論でもお話をしていきたいと思います。ということで本日は血管の中特に病気のお話になります血栓のお話をしました。まあ、ぜひ多くのチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。